ヤノマン。偉大なるバルフォモーリア帝国の諸君、私は今日ここに新たな歴史の始まりを諸君と迎えられたことを誇りに思う。苦難の日々は終わりを告げたのだ。千年戦争、なんという千年戦争。ミレニアムナイトメア戦役、各地でヒューマン族が開戦した種族間戦争はミルドラスガルズ全土を覆う大戦となった。戦火は豊饒な大地をことごとく焼き尽くした。そして開戦から600年後、終焉の四賢者と呼ばれる最終兵器が投入された。これを機にヒューマン族は徐々に力を失い、亜人類族の一派が急速に台頭、後にバルフォモーリア共和国となる大勢力を形成していく。共和国のもとに集まった亜人類勢力がヒューマン勢力を圧倒することにより、約1000年に及んだ大戦はようやくその終焉を見た。共和国はバルフォモーリア帝国と解消、戦争終結が宣言された。我々は二度とこの過ちを繰り返してはならない。そのためにも愚かな異民族はバルフォモーリアの帝国に従属させなければならない。帝国に栄光あれ、バルフォモーリアよ永遠たれ。間もなく反乱軍が占拠している地域に到着する。その反乱軍ゲリラの掃討が今回の任務である。まず先行のカーゴがナパームでゲリラをいぶり出す。続いて我々が降下、アイン隊は村を包囲、ブライアン隊以下三小隊がゲリラを処分する。中隊長、ゲリラは逮捕のはずでは。状況が変わったのだ大使長。最終確認中の質問はありえない。ヒューマン族は軍旗もわからんのか。まったく大戦の功績だかなんだか知らんが。ゲリラ狩りは久しぶりだな。何、貴様も戦場に出れば楽になるさ。アイン、おかしいと思わんか。最近命令の変更が多すぎる。これじゃ俺たちただの殺戮部隊だ。その辺にしておけ。聞こえちまうぜ。アルノス三人を何にも考えるな、何もな。行くぞ、ミラは一人として逃がすな。非戦闘員ばかりじゃないか。ほれほれ、どうした、もう逃げないのか。下船の者でも赤い血は出るか。どれ、楽にしてやろう。中隊長、やめてください。貴様、上官に歯向かう気か。この村にゲリラはいません。民間人を殺して何になるんです。そこをどけ。こんなことをしてどうなるか分かってるんだろうな。よーし、研修元気か。
そうか、判決が出たか。アルノスがお前をなじって一方的に処刑が決まっちまった。こんな時代を作ったのも俺たちだ。当然の報いだろうよ。そいつは立派な覚悟だな。脱走するぜ。俺も今度ばっかりは愛想が尽きちまった。どうせ帝国にやられるくらいなら自由っていうのになってみねえか。生き抜いてみるのもこんな時代を作っちまった俺たちの責任じゃねえのか。わかった、お前に命を預ける。嬉しいね、ファルストの亡霊にそんなセリフを吐かせるなんて。
まないね、小隊長。あたいを置いて抜け駆けして脱走なんかするからさ。おう、どうらか。人が楽しんでるのに邪魔するな。ゼラカてめえ、俺たちも殺す気か。お前んとこの兵隊らしい無茶の仕方だな。こっちだよ。グッズだね、まったく。ぼーっとしてると、やけどするよ。ほら、お見送りのおだち。こんな獣道をこそこそしてるんだい。本土に行くならそこらの田舎中隊なんざ蹴散らしてさ。まどろっこしやー、もう。そりゃそうだがよ。騒ぎを起こして丸腰同然で軍を相手にできないだろう。加えて脱走兵狩りの部隊も出ているはずだ。ふーん、ファーストの亡霊と恐れられたあのブライアンが弱気じゃないか。いいじゃねえかよ。たまには俺たちブライモンがこうしてのんびり旅するのも、だいたいお前勝手についてきたんだろう。そうかい。そこまで言うんならもうちょっと付き合ってあげるけどさ。うん。だ。はい。上か。ああ。よっ。あれ。ご立派な脱走兵狩り部隊だね。脅かしやがってこのガキ。ごめんよ。悪気はなかったんだ。悪気のない奴が物騒な代物を持ってるな。これかい？帝国の連中からいただいたんだ。こんなんでも高く売れるんだぜ。それであたいらにも山賊の真似事かい。命はないと思いな。ちょっとおばちゃん誤解だよ。どうだ、それぐらいにしておけ。それよりアルシデアの少年、ここいらに宿はあるか？トムって呼んでよ。お詫びにオイラの村で飯ぐらい食わせてやっからさ。ついておいで。あたいは許さないからね、あのガキ。